モロッシア共和国、モロッシア共和国、リパブリック・オブ・マラシアは、ケビン・ボー、ケビン・バによって建国された、ミクロネーション。アメリカ合衆国ネバダ州ラヤン軍のデートン近郊に首都が置かれている。棒やガバメントハウスとして知られているの裏には及び、正面のには、約1エーカワーの土地、さらに南カリフォルニアの別の私有地からなる。 もと元九1977年に幼少期のプロジェクトとして確立され、1990年代後期に実体のある領土に発展した。モロッシアという名前は、小さな岩山を意味するスペイン語の単語に由来する。某は、モロッソス人、マラソンズと呼ばれる古代ギリシャの氏族とは、無関係と述べている。モロッシアは、幼少期のミクロネーション計画に機嫌を持ち、 1977年5月26日に、ボーとジェームズ・スピルマンはグランド・ブルドシュテーン共和国、グランド・リプブリコフ・ベルドスタインを建国した。ブルドシュテーンの指導者は、ジェームズ・ウィッセイ、スピルマンとボー首相だった。1999年9月3日に、ボーはブルドシュテーンに代わる者として、モロシア共和国を建国して、彼自身がその大統領であると宣言した。 モロッシアは、アメリカ合衆国の中に位置しており、総面積は9956平方ロイヤルノートン、0.025km、2.5ヘクタール、6.3エーカー。ハーモニー州、アルモニプロビンスは、ネバダ州のデートン近郊に位置する。モロッシアの領域で最も小さく、1エーカー、4000平方メートルほどしかない。 ボーケの主要な場所であり、モロッシアのサイトではそこに、首都、ボーストンがあることを示している。保護領、ニューアントリム、ザ・プリテクターット・オブ・ニューアントリムは、ペンシルベニア州の非公開の場所に位置し、面積は8エーカー以上、3.2ヘクタールでもロッシアの領域の中で最大である。北アイルランドのアントリム州にちなんで命名され、独自の知事、グランドアドミラル・ヘス、 グランドアドミラルヘスがいる。2003年8月に、ボウは北カリフォルニアで小さな土地を購入。これは、ファファラの植民地、コロニー・オブ・ファーファラーとして紹介された。その後ボウが南カリフォルニアのデザートホームステッド州、デザートホームステッド・プロヴィンスと名付けた別の土地を引き継いだ後に2005年末に売却された。デザートホームステッドは以前は、 某の祖父が所有していた。ベスペリアは、モロッシアが近世に領有権を主張している土地で、面積は13万平方キロメートルである。なお、宇宙条約においては、地球上の国家が地球外の領土の領有を主張するのは禁じられているが、モロッシアは当然ながら宇宙条約を署名、基準していない。またモロッシアは、北。 大西洋のメキシコ南東7 5 0トル沖のネプチューンディープと名付けた地帯の領有権も主張している。モロッシア共和国は米国の中に位置しており、かつ完全に取り囲まれている。主権を有し独立した国民国家であると主張しており、主権国家と同様の政治制度を採用していると称している。モロッシアは会員と州の設置を憲法で定める。 共和国である。教会上において常に存在する外国人からの脅威から守るため戒厳令が存在する。大統領、ケビン・ボウは外交問題を含む国防のすべての権限を行使することができると称している。ボウは、モロッシアが独立国であると主張しているが、モロッシアを承認し、これと外交関係を持つ主権国家はない。またボウは、 アメリカ合衆国に納税しているが、彼はこれを対外援助と称している。1983年11月2日以来、東ドイツと戦争状態にあると主張しており、戦争を止めるためとして、戦時交際を発行している。東ドイツは1990年に西ドイツに併合、ドイツ再統一されておりすでに存在しが、ガ側は1972年に、 キューバ沖のエルンストテールマン島。エルンストテールマンは、ワイマール共和国期のドイツの政治家で、ドイツ共産党の党首を務めた人物がキューバから東ドイツに譲渡され、1990年の統一条約では、同党の処遇について言及されていないことから、東ドイツの主権は同党に残存しており、したがって戦争も継続されていると主張している。実際には、 キューバがエルンストテールマン島を東ドイツに割上した事実はない。コソボが独立宣言をした翌日の2008年2月18日にモロッシアはコソボを承認した。モロッシア郵便と通信サービスはモロッシア共和国内で機能するだけである。現在、郵便と通信サービスによりシンデレラ切手が生産されている。観光には 事前の予約が必要であり、予約なしで訪問すると入国できない。ビザは必要ないが、アメリカ国外の観光客が訪問する場合は、アメリカのビザが必要となる場合がある。アメリカからモロッシアに入国する場合、パスポートの提示は必須ではないが、モロッシア側はパスポートの提示を推奨しており、パスポートには入国スタンプが押される。なお、 下記の物品のモロッシア国内への持ち込みは禁じられている。外国人はモロッシア国内で就労したり、居住することはできない。モロッシアの市民権は、すでにモロッシアに居住している住民のみに限定されており、新たな住民も受け入れていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。